シャープシャープ製のスマートフォンアクオスフォーンソフトバンク 006SH アクオスフォーン 006SH はシャープによって開発されたソフトバンクモバイルの第3世代移動通信システム端末であるソフトバンクモバイルスマートフォンシリーズの一つ OS は Android 2.3を搭載しているソフトバンク 003SH ソフトバンク 005SH の後継にあたる Android OS2.3 搭載のスマートフォンで 003SH に引き続き、ワンセグ、赤外線通信、バーコードリーダー、名刺リーダー、覗き見防止用のカラーベールビューといった、従来の日本のフィーチャー本的な機能が搭載されているほか、お財布形態、モバイル 3D 液晶が搭載されている。モバイルスイカについては、今回に対応する模様、s h では、 3D の動画撮影が可能になるツインレンズが搭載されており 003SH では 3D の静止画を撮影するときにカメラをずらす必要があったがずらすことなく静止画の撮影と 3D 動画の撮影ができるようになったその他に近年のシャープ製携帯電話でよく搭載されている笑顔フォーカスシャッターと 振り向きシャッターも 3D 対応で利用することが可能となっている。液晶に画面においては、アクオスの冠を配している通り、4.2インチ、QHD の高解像度ディスプレイにプラスし、高画質エンジンを搭載し高精細な画像を表示することが可能となっているほか、003SH で採用されたシサバリア方式の 3D 液晶が搭載されており、3D の立体的なコンテンツを楽しむことができる。また YouTube や MovieLife ーーといった動画配信サイトで公開されている 3D の動画コンテンツも立体的に表示できるほか、ワンセグも疑似 3D で表示させることが可能となっている。またタッチパネルはフルタッチに対応した静電容量式となっているほか、地軸センサー、 加速度センサーなども対応しているため直感的な操作を楽しむことができる。兄弟機種の SH-12C では電源とホームの同時押しでスクリーンショットを撮影することができるが本機種では不可能なため Java SDK などをパソコンにインストールし 006SH のドライバを導入し USB ストレージ ONG しか撮影できない。メール自動受信が不完全であったり カメラボタン長押しでカメラ起動のショートカットキーの割り当てを毎回通知されることや写真撮影時に本体赤外線が映り込む現象が存在する。通信機能は 3G ハイスピードに対応し、下り最大 14.4Mbps、上り最大 5.76Mbps に対応しているほか Wi-Fi を使った通信も可能となっている。 ただし SH-12C には存在する Wi-Fi ルーターとして利用ができるて、ザリングには非対応である。HDMI マイクロプラグに対応した HDMI ケーブルに対応しており、撮影した静止画や動画を TV に表示させ、大画面で視聴することが可能となる。3D 対応のアクオスであれば、3D で撮影した動画や静止画も表示させることが可能となっている。 また Wi-Fi を使っても HDMI ケーブルなしで、パソコンやテレビなどのディーレネ対応機器とデータのやり取りができる。電話帳は、メールや電話だけでなく、Twitter や m i x i といった SNS とも連携を図ることができ、それら SNS での知人の更新や、つぶやき等と連携を図ることが可能となっている。バッテリーは 1240mAh と平均的ではあるが、 比較的大型の画面であることにより、連続稼働時間はやや短め。Android 独自のタスクバーは他社に比べて充実しており、マナーモードや Bluetooth、画面の明るさ調節などが設定できる。ソニーエリクソンのエクスペリアのキラーコンテンツである、日本最大級の音楽配信サイト用のアプリである、モーラタッチもプリインストールされている。本機はソフトバンク端末にある、 シムカードなしの状態では、電源は入っても起動できない機能制限が施されていたが、機能制限解除サービスにより、ソフトバンクショップで手続きを行うことでこの制限を解除することができる端末の一つである。ブラウザは、Google Chrome Lite ベースの Android 標準ブラウザが搭載され、上述の通り Android OS 2.3の特徴でもある、プレイヤー10.2が、 アドオンされている。また、JavaScript もサポートされている。これにより、パソコンのブラウザとほぼ同等のフラッシュサイト、動画サイトが利用することが可能となり、ブラウザでニコニコ動画、YouTube をはじめとした各種動画サイトが利用できる。しかし、セムーブや桃色動画などのブラウザでの飼育や音量調節は不可能。その他にサードパーティー製のブラウザをインストールし、 利用することも可能となる。ありがとうございます。